東京千代田区永田町。今から65年前の昭和11年2月、この地域一帯が陸軍の兵士によって占拠されるという衝撃的な事件が起きます。226事件。青年将校に率いられた1400人余りの兵士たちが岡田圭介総理をはじめ重臣たちを襲撃し、斎藤誠内大臣、高橋是清大蔵大臣、渡辺錠太郎教育総監、それに警備の警官ら8人を殺害した近代日本最大のクーデターです。この事件の正式な裁判記録は長い間ないと言われてきました。しかし近年、東京地方検察庁に保管されていることが判明。今回初めてその撮影が認められました。全部で66冊。戦後 GHQ に抑えられていたものが日本に返却され、東京地検の倉庫の奥深くに眠っていたものです。資料には裁判に対して上層部から圧力がかけられた痕跡や、陸軍大臣の告示が出された経緯をめぐる興味深い事実が記されていました。今なお多くの謎に包まれた226事件。なぜ青年将校たちはクーデターを決行したのか、そしてなぜ鎮圧まで4日間も要したのか。東京地検に保管されていた裁判記録は事件の謎に一体どのような光を当てるのでしょうか。その時歴史が動いた。今週と来週は2回にわたって昭和史のターニングポイント226事件を徹底的に掘り下げていきます。その時歴史が動いた。こんばんは、皆さん、松田彩です。人間のドラマ、それが歴史だという人がいます。そのさまざまな人間ドラマの決定的な瞬間、決断の時、決行の時、人は何を考え、どう動いたのか。これは歴史上の瞬間瞬間を取り上げて、その時が後の日本にどういう関わりを持つのかということをお伝えしていく番組ですけれども、今日は今ご覧いただいた冒頭の VTR でも申し上げましたように、今週と来週2回シリーズを組みました。2週連続で226事件を取り上げます。私どもはこの226事件の2つのその時に注目しようと考えました。1つは勃発の時、もう1つは収拾の時であります。1回目の今日はその勃発の時、昭和11年の2月26日を取り上げます。この日未明、青年将校に率いられた1400人余りの兵士たちは一斉に決起いたします。そして重臣たちを次々と襲撃します。その一方で陸軍の上層部たちは当日その時取った行動というのは、すぐにはその兵士たちを鎮圧しませんでした。鎮圧しないどころか、むしろその兵士たちの行動を認めるかのような大臣告示というものを加達するんですね。加達というのは上位加達の加達で、上から下に伝えるということですが、さあその大臣告示というのはどういうものだったのか、ちょっとこれをご覧いただきましょうか。この現代訳にいたしますと、決起の趣旨は天皇のお耳に入れつつある。お前たちの行動は天皇中心の国体を明らかにしようという、真心から出たものと認めるというものであります。これを見た、あるいはこれを聞いた兵士たち、決起した兵士たちは大いに勢いづきます。自信を持ちます。つまり自分たちの行動はその陸軍大臣のお墨付きを得たんだというふうに解釈するわけですね。ところがです、ところが皆さん、この大臣告示こそがですね、鎮圧後陸軍がそのもみ消しに躍起となったものなのであります。一体誰が何の目的でこの大臣告示を発したのか。226事件の最大の謎と言われているこの大臣告示について、今日は丁寧に検証していこうというふうに思っております。まずはこの226事件が起きた当時の時代背景から、今日は番組をスタートすることにいたします。大元帥の天皇を頂点とする帝国陸軍、昭和初期その内部では2つの派閥の激しい争いがありました。天皇を崇め国体至上主義を唱える行動派と、国家改造によって強力な国家総動員体制を敷こうとする陸軍のエリート統制派です。行動派の中心は間崎陣三郎大将。統制派の進める国家改造を独裁的であると非難し、派閥人事によって陸軍内の主導権を握ろうとしていました。
決起した青年将校の一部もこの行動派の台頭に期待していました。これに対抗したのが永田鉄山や杉山はじめ、中堅幕僚の片倉忠などです。軍の統制を強め浄土に戻そうとしたことから統制派と呼ばれます。統制派と行動派の抗争が激化したきっかけは昭和6年の満州事変でした。これを機に陸軍に膨大な調査費が認められるようになると、人事を握る者がこの予算を握る格好になり、2つの派閥は互いに報復人事を繰り返していきます。以後血生臭い事件が続き、主導権を争う2つの派閥間の緊張は次第に高まっていきます。東京永田町にある憲政記念館の前に来ています。ここはかつて陸軍省があった場所です。昭和の初め、陸軍の内部には2つのグループによる激しい派閥抗争がありました。そして昭和10年8月12日、ついに流血事件が起きます。軍の要職にあった永田鉄山少将が白昼この場所で一人の将校に切り殺されてしまったのです。殺された永田鉄山は統制派のリーダーの一人です。この1ヶ月前に永田を中心に行動派の領袖間崎仁三郎教育総監更迭を断行したばかりでした。それを恨みに思った行動派に近い相沢三郎中佐が単身陸軍省に乗り込み、いきなり軍刀を抜いて切りかかったのです。陸軍内2つの派閥の抗争が招いた最初の殺害事件でした。統制派の画策で教育総監から更迭された行動派の間崎仁三郎大将、しかし復権への意欲を捨ててはいませんでした。当時の日記には、宮中に根拠を有する癌を取り除くためには非常の力を要しと記されています。一方この時期、青年将校の間にも凶作に苦しむ農村の窮状を救えない政府への不満が渦巻いていました。借金のために娘を身売りに出さねばならないような状況の中で、農村出身の兵士たちは郷里へ仕送りを続けていました。これに同乗した決起部隊の一人安藤大尉は、自分の給料を割いて兵士に分け与えていました。青年将校の中でも急進派として知られた磯部朝一、行動派の領袖間崎を担ぎ、大胆に陸軍改革を推し進めようとした活動家です。年が明けて昭和11年1月28日、磯部は間崎に資金援助を求めに行きます。後の裁判での磯部の証言によれば、この時統帥権甲板問題について決死的な努力をするので、閣下もご努力願いたいと磯部が求めたのに対し、間崎は俺もやるんだと答え、金銭的援助の求めにも協力する回答をしたといいます。この日の面会によって磯部は、間崎も自分たちの行動を容認しており、決起を実行しても厳罰を受けることはないという感触を得たといいます。行動派幹部と青年将校が近づく中、2月21日決定的な発表があります。青年将校の牙城第一師団の満州移駐が正式に決定したのです。東京から遠く離れた満州への移駐、それまで直接行動には慎重だった青年将校も、もはや決起は避けられないと参加に踏み切ります。彼らは昭和維新の断行を叫びます。すなわち君側の官を除き、神聖なる天皇が直接政治を取る以外に政治を刷新する手段はないとの思いを強めていくのです。ゲストのご紹介です。作家の井出孫六さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。井出さんは近代日本史をテーマにして、明治大正、とりわけ昭和の歴史の掘り起こしを通してですね、さまざまな作品を書いていらっしゃいますけれども、この226事件の時というのは井出さんは就学前ですか？僕はね、4歳だったんですがね、
かすかな記憶があるんですね。長野県なんですけども、当日はものすごい雪だったんですね。それでちょうど私の兄が東京へ旅行に行ってて、それで現場に近いところへ宿があったみたいでですね、家族がみんな心配して、ラジオの前でね、みんなこう聞き入っていた、そういう記憶として残ってますね。この226事件は、青年将校が率いて、それにその1400人余りの兵士たちがついてきたということですけれども、そうですね、この青年将校の心情どういうふうに伺いますか。参加した将校たちっていうのは大体少尉中尉大尉、これは陸軍内部でいうと大体兵と直接向き合っている現場部門ですよね。で兵士たちっていうのは大体東北関東一円からこう集まってきていた農村地帯の人たちですから、それぞれやっぱり家庭の深刻な問題を抱えていたわけでしょう。それが将校たちに敏感にこう伝えられる、それから一方では政治的に言いますとですね、いろんなこう汚職が重なってくるというようなことや国際的な行き詰まりとか、そういうものが重なって現状をどうやってこう突破したらいいかみたいなことを青年なりに考えていたということはよくわかりますよね。そういうこう純粋さがなんか突っ走ったと。である意味では視野がこう非常に狭かったという面が僕はとても強く感じますけどね。こうしたその青年将校の行動とは別にですね、時代の流れあるいは軍の中のその流れというものに非常にこう注目していた人たちもいたわけでありまして、当然のことながらこの事件の構図というのは簡単なものではありませんでした。それを次にご覧いただこうと思います。行動派の領袖真崎のもとには青年将校たちの不穏な動きが伝えられていました。事件勃発の3日前、2月23日の日記には、皇族の働きかけによっても天皇側近の排除が成功しなければもはやテロは避けられないと記しています。この不穏な動きをつかもうと情報収集の動きが活発化し始めました。226事件を裁いた検察官崎坂俊平のもとに残されていた資料の一つ、電話傍受綴り。ここには事件の最中に関係者が電話で行った会話を密かに傍受した内容が綴られています。その中に事件勃発の前から電話傍受が組織的に行われていたことを示す記述がありました。マークされていたのは真崎甚三郎をはじめ行動派の中心人物です。戒厳令公布前に行われたこの電話傍受は当時の法律で保護されていた通信の秘密を明らかに侵すものでした。それでは電話の傍受は一体どのように行われたんでしょうか。その仕組みを見てみます。まず受話器を上げダイヤルを回します。すると電話局にあった自動交換機が作動します。そして相手に回線がつながります。電話は必ずこうした交換機を経由していましたから、目標とする人物を定め電話がかかってくるのを待ち構えていれば、その会話の内容はすべて傍受することができました。担当者は電話がかかってきた瞬間、録音機のスイッチを入れ録音盤を回転させます。こうして記録された録音盤の実物がこちらです。この中には226事件に直接あるいは間接的に関わったとされる人物たちの会話が当時のままに生々しく記録されています。事件の3日目、決起した将校の一人安藤大尉と彼らの首謀者とされた北一騎とみなされる人物の会話も残っていました。
こうした電話傍受の背景にはさらに大きな思惑がありました。昭和9年に作成された政治的非常事変勃発に処する対策要項。これは万一事変が起きた場合に軍が取るべき行動を定めた、いわばマニュアルです。直ちに戒厳令を敷くこと、後継内閣を組閣することなど細かな点まで決められています。作成したのは片倉忠をはじめとする統制派の焦燥幕僚でした。 NHK 特集消された真実など226事件の真相を追及してきたプロデューサー中田誠一さん。事件の真相をつかむには青年将校だけでなくその背後にある陸軍内の派閥争いを知る必要があるといいます。大きなですね、政治的な事件が起きた場合、例えばそれ以前に515事件とかそういうのが起きてますね。でその時に、まあ、彼らはこれを千載一遇のチャンスとですね捉えて、でこの事件をきっかけに、まあ政治的にですね、自分たちの意図する方向にですね物事を持っていこうということで、まあ、言ってみれば強力なですね政治権力をこの事件を潰す過程で確立していこうと、そういう計画があったわけですね。青年将校たちはいつクーデターを起こすのか。組織的な電話傍受が行われているとは知らないまま将校たちは決起の準備を着々と進めていました。2月25日深夜、事件勃発まであと数時間です。まあ、今の VTR を見て分かりますことは、この事件の前にその陸軍という組織の中の政治といいますかね、つまり強力な熾烈な派閥構想があった、それぞれに思いがあった、思惑があったということですね。そうですね、満州事変を挟んでですね、陸軍が特にこの政治にかなり介入してくる、そういうまあプロセスの中で、統制派と孤独派のこう対立も深刻になってくるわけですね。いう中で、統制派としてはですね、もしクーデターが起こったらそのクーデターを逆に利用してですね、カウンタークーデターを企てて自分たちの主張を実現する、そういう準備としてですね、例のその政治的緊急事態に対する対策要項、これできてるんですよね。従来まあ軍人直言に表されたように、政治には軍人は関与すべからずと、そういうまあ大原則があったわけですけれども、それがまあ崩れ去っていった、その結果まあ226事件に到達した、そんなふうに思いますね。まあ、その行動派の領袖であった真崎仁三郎大将ですね、はい、これは真崎というふうに言う説もありますけれども、ご遺族は真崎と濁ってらっしゃるんでしょうね。この番組は真崎と濁らせていますけど、はいはい、相当追い詰められていったんでしょうか。教育総監というのは陸軍大臣と参謀本部長と3人がまあこう陸軍の中心であるわけですから、その教育総監を追われたっていうのはダメージだったと思いますね。ですからそれが彼の残した日記の中にもところどころ出てきますね。例えば1月21日ですか、こう座して待つということはもうできないと、いつかこうチャンスを掴んでと立ち上がらなきゃいかんみたいな文言が残されてますからね。そういうことからもこう彼の置かれている状況ってのは非常に、追い詰められてたと考えていいでしょうね、はい、青年将校、そして統制派、行動派、それぞれの動き、それぞれの思いが交錯しながらですね、いよいよその昭和11年の2月26日運命の一日を迎えるわけであります。昭和11年2月下旬、東京は記録的な大雪に見舞われていました。26日未明、東京六本木にあった第一師団歩兵第三連隊をはじめ各所から部隊が出発。尊王投函を合言葉に、総勢1483人の兵士が重臣たちの襲撃に向かいました。栗原隊は首相官邸を襲撃。岡田首相と誤認して
松尾伝蔵大佐を射殺。中橋隊は赤坂の高橋是清を大蔵大臣邸を襲撃射殺。堺隊は四谷の斎藤誠内大臣私邸を襲い射殺。安藤隊は麹町三番町鈴木貫太郎侍従長官邸を襲撃重傷を与えます。野中隊は警視庁を占拠。入隊は陸軍省陸将官邸参謀本部を占拠。決起部隊は永田町一帯を勢力下に置きました。そして高橋隊は荻窪の渡辺丈太郎教育総監指定を襲撃射殺。わずか数時間で国の中枢に致命傷を与えたクーデター、その現場はどのようなものだったのでしょうか。東京荻窪に襲撃を受けた渡辺丈太郎教育総監の指定が今も当時のままに残っています。午前6時過ぎに到着した決起部隊と憲兵の間で激しい銃撃戦となりました。当時15歳の長男誠一さんは突然の銃声に叩き起こされました。当時この辺りはどういう状況だったんですか、襲撃は。直後はもう非常に、ここのところは破壊されてまして、ガラスはもちろん壊れているし、銃弾がたくさん当たってたように記憶しております。こういうのもみんな破れましたし、非常なガラスの割れる音がひどく聞こえましたけれども。早朝に家の中で起きた銃撃戦、壁は補修されたものの、当時銃弾が撃ち込まれた跡が今もはっきりと分かります。調書によればこうした弾痕は40以上もあったといいます。この寝室の随所に機関銃で撃たれた渡辺教育総監の足の骨のかけらが散乱していたと調書は記しています。ですからやっぱり一種の熱に浮かされたような感じを持たなければいくら若い兵士士官といえどもですね、ああいうことはできなかったんじゃないかと。まああれは私どもから見るとやっぱり惨殺ということ以外なかったですね。事件に対し真っ先に対策を講じる立場にいたのが東京警備司令官の柏井康平です。しかし柏井は軍隊の相打ちを避けようと積極的に鎮圧には動きませんでした。皇居を守る近衛師団に対してもこの日の早朝兵力出動の準備をして待つようにと伝えたまま指示を出さずにいました。陸軍大臣官邸では青年将校を抑えにやってきた統制派の焦燥幕僚片倉忠が決起部隊の磯部朝一に撃たれ重傷を負いました。青年将校たちは行動派の領袖真崎を担いで軍中心の組閣を実現しようとしていました。この日真崎は午前4時過ぎに自宅を訪ねてきた政界の事情通からすでに部隊の動きを伝えられていました。しかし即座に鎮圧をしようとはせず、空白の3時間半の後陸軍大臣官邸に向かいます。閣下、統帥権甲板の賊を撃つために決起しました。状況はご存知でありますか。とうとうやったか。お前たちの気持ちはよく分かっとる。どうか善処していただきたい。後の磯部の記述によればこの時真崎は青年将校たちの行動を認めるような態度だったといいます。この陸軍大臣官邸で真崎は青ざめた川島大臣を叱咤しすぐさま戒厳令を敷くように進めます。さらに午前9時半ごろ真崎は伏見宮邸に向かいます。強力内閣を作って事態を収拾するために天皇からの詔勅を得るように働きかけたのです。午前10時過ぎ伏見宮とともに宮中に向かう真崎。しかしこの時すでに天皇の意志は定まっていました。
やこの2月26日というのは大変な日でありまして、午前と午後ではもうガラッと世界が変わってしまうわけですけれども、ですからこのコーナーでは午前中に限ってお話を伺いますが、この2月26日午前中のこの間崎大将の行動ですね、これどういうふうにお捉えになりますか。はい、朝指定から彼は、陸上艦艇の方へ向かうわけですけれども、その時にですね、陸軍の自動車部隊に連絡を取って自動車を回してもらってるんですよね。おそらくその日は一日その自動車が必要だということが頭にあったかもしれませんね。それで陸軍大臣官邸に現れた時の彼は、清掃そして旭日大綬章ですね、これをつけて、行ったわけですから、組閣の準備にをその服装に、読み取ることができるぐらいですよね。でほとんど午前中の彼はそういう視点で動いてたのではないかな、そんなにもありますけど。さあこの26日の午前中のその決起した青年将校たちのシナリオってのはこれはどうだったの。いわゆるこの明治維新の時に出た天皇の詔勅と同じようなものを昭和維新の詔勅という形で出してもらうと。でその詔勅によってですね、自分たちのこの出兵がこの正義の義軍だと、正義の戦いなんだというお墨付きをまずもらおうと、そういうことが一つあって、その中でどういう状況が開けるかということだったと思いますね。はい、さあどうでしょう皆さん、26日の少なくとも午前中は青年将校たちの動きと行動派の動きというのはほぼ同じ方向に向いていたのではないかという印象を持ちますけれども、事態は次のように変化するわけですね。そして当日、今日の余裕ハイライト、大臣告示、これはどのような経緯で出たのでありましょうか。長い間ないと言われてきた226事件の正式な裁判記録、それは終戦直後から半世紀近く東京地方検察庁の地下倉庫に厳重に保管されていたことが分かりました。その膨大な資料の中に26日午前中皇居を守る近衛師団に伝えられたという文書がありました。陸軍大臣の名で通達された告示、いわゆる大臣告示です。決起の趣旨については天皇のお耳に入れつつある。お前たちの行動は国体を明らかにしようという真心から出たものと認める。このあたかも決起部隊に対してその行動を容認するかのような通達が、それを鎮圧する立場の近衛師団に伝えられたのです。この大臣告示は26日宮中の会議を経て午後3時過ぎに下達されたものと言われてきました。しかしこの橋本虎之助近衛師団長の回答書によれば、それに先立つ4時間も前午前10時50分にすでに同じ内容の告示が伝えられていたということになります。この不思議な命令を受けた近衛師団長橋本虎之助、彼は統制派に近い人物で行動派とは相入れない立場にいました。この大臣告示の真意をつかみかね、これを即座には部下に伝えませんでした。橋本にいぶかしがられた大臣告示、これを伝えたのは東京警備司令部にいた加士井康平、間崎に近い行動派の人物です。加士井はこの伝達の直前10時40分ごろにやはり行動派の山下少将の訪問を受けています。山下は陸軍大臣官邸で青年将校に突き上げられたばかりでした。この二人の面会の直後にあの大臣告示が近衛師団に伝えられたことになります。この頃皇居の周辺では決起部隊と近衛師団が武装して睨み合っていました。警視庁を占拠した決起部隊は多数の機関銃、数百丁の小銃、3万発の実弾を持っており、両部隊はまさに一触即発の状況だったのです。
戒厳令を敷けと真崎から怒鳴られた陸軍大臣川島義行は午前10時過ぎに皇居に参内しました。そして大臣国事が近衛師団に伝えられたのと同じ頃、天皇に拝謁し青年将校の要望通り決起主意書を読み上げ、かくなる上は強力な内閣を早く作らねばと上奏します。しかし天皇はこれに取り合わず、むしろ陸軍大臣はそういうことまで言わないでもよい、それより反乱軍を速やかに鎮圧するのが先だと跳ねつけました。この天皇の怒りは事件を知り次々に参内し始めた陸軍の上層部の人々にも伝わっていきます。その中で正午過ぎ、東だまりの間で軍事参議官による会議が開催され、事件処理の方法が話し合われることになりました。出席者は川島義行陸軍大臣、杉山はじめ参謀次長、荒木貞夫大将、真崎仁三郎大将、寺内久一大将をはじめ後続の参議官たち。そこでは行動派のリードで事件処理案が話し合われます。この席には軍事調査部長の山下智之少将、東京警備司令官加士公平中将も陪席しました。しかし議論は硬直、妙案が出ない中で青年将校を説得させるための文章を作ろうという提案が出て、山下少将が一つの文案を作成します。この案に対し統制派の杉山は、将校たちの行動を認めるような告示を出すことには反対、文章の修正が行われます。そして完成したのが陸軍大臣より公式の命令である大臣告示から単なる談話に近い大臣よりになりました。その上内容も午前10時50分最初に近衛師団に伝えられたものに比べると行動が真意になるなど、一段と穏便な表現に修正されます。これを加士中将が東京警備司令部に電話で伝え、午後3時20分に全軍に下達されました。しかしその内容は会議で決定した文面と違っていました。特に諸氏の真意という部分はまた諸氏の行動として伝えられました。それは事態収拾を図るためのものでした。26日午後3時過ぎ、山下少将は陸軍大臣官邸を訪ね、この大臣告示を青年将校の前で3度読み上げます。上官が事態収拾のために部下に方便としての命令を出す、それは軍の命脈とも言うべき絶対的な指揮命令系統の信頼を崩した瞬間でした。この大臣告示を聞いた磯部は、上の者もなかなか味なことをやるなと喜び、いよいよ維新の決心を固めていきます。これは決起に半信半疑だった一般の兵士にも自信を与えるものでした。兵士の多くは入隊したばかりの初年兵、首相官邸襲撃に参加した小高周平さんも当時入隊してまだ2月足らずでした。総理大臣を部隊で集団で殺すっていうことは普通じゃ考えられませんからね。まあそういう状況下にそういうこういう一つの告示を与えられたっていうのは、なんか私たちがやったことがいいことのようだというふうに、まあ、解釈したんですね。みんながもうある意味においてホットっていう感じを持つんですよね、さらに午後3時もう一つの命令が下されます。軍隊に対する告示、これは26日未明から行動している部隊を正規の軍隊の一部として認めるという内容でした。正規の部隊として食事の支給を受ける決起部隊、この軍隊に対する告示と大臣告示、一連の告示によって兵士たちは自分たちの行動を正しい行為だと信じ込むことになったのです。
斉田さん、いよいよ問題のこの大臣告示でございますが、その非常に動きが複雑で文言も複雑で、一回聞いたぐらいじゃ全然分かりませんので、ぜひもう時系列でまとめて整理をしていただきたいんでございますけども、はい、まあ、3段階ありますね、はい、で午前10時50分の段階に陸軍大臣の告示という形で、はい、この石段になぜか加達されているのですね、はい、でその文言は、問題になるところは諸子の行動、うん、総理大臣以下全部挨拶をしたということ、うん、その行動ですよね、うん、それをともかく大臣は認めるということになるわけです、はい、しかし正式に、この大臣告示というものが議題になったのは正午過ぎから行われる宮中での、はい、参議官の会議ですね、はい、行動派と統制派は五越同州の会議ですね、ここではしたがって、イニシアティブはまず行動派にの召喚たちにあったわけですが、この辺りから統制派が巻き返す、うん、そういう時点ではあるんですね、うん、で文言が諸子の真意になりますね、はい、参謀次長の、杉山さんとかそういう人たちが巻き返す中で、うん、行動というのはおかしいじゃないかということで、うん、諸君の真意というふうに書き換えられたわけですね、うん、はい、それがまあ正式にここでは決定したと。ところが午後3時20分に加西警備司令官から全軍へ加達されたのが、文面としては行動というのがもう一度蘇ったということになるわけです、うん、で行動が正式に認められたということですから、うん、陸軍全体の現場は大混乱をきたしたと、うん、この経過はよく分かりませんが、うん、一つはあれでしょうね、この昭和維新の消息なんていうのはとても出るはずはないわけで、そこで その代わりに陸軍大臣の告示というものがまあ大大物として出てきたというふうに考えていいかもしれませんね、うん、さあこの大臣告示、これが歴史をどう変えたのかということでございますが、はい、ね、この大臣告示によって、226事件という突発事件が4日間もともかく持続してしまったという混乱のもとになったということですね。この2点3点した大臣告示というものがの中に当時の帝国陸軍のですね、なんか病巣自身がね、なんか露出したと、なんかメス226事件というこのメスによってですね、蓋を開けてみると陸軍の中のこう病巣はものすごく深く進行した癌であったという感じがします。そういうふうに考えますとですね、大臣告示は僕はなんかね、この手術室の中でがんをこう摘出するんじゃなくて、その病床にほんのすごく大きなですね、絆創膏をベタッと、そんなイメージとしてこれ受け取れますね。ありがとうございました。この226事件を収集するためのいわば方便として使われた感のあるこの大臣告示でありますけれども、命令と信用というですね、いう観点で言えばですね、この陸軍が受けた傷というのは大きいものだっただろうというふうに言えます。さあこの事件をじゃあどう今後さばいていくのかということで、次回のこの時間はこのいわゆる226裁判を中心にですね、お話を進めていきたいと思うんですが、今日は2月26日の未明に決起してですね、そして、兵たちが原隊に戻る29日までの4日間どういうその展開があったのかということをご覧いただきながらお別れしたいと思います。来週もどうぞ見ていただきたいと思います。今日はありがとうございました。東京千代田区にある九段会館、事件勃発の翌日27日午前3時ごろ戒厳令が公布され、ここに戒厳司令部が置かれます。この戒厳令は青年将校が求める内閣を実現するためのものとは全く逆のものでした。事態の一刻も早い鎮圧を求める天皇の強い意志を反映したものだったのです。28日午前5時8分、ついに天皇の放逐命令が発せられます。鎮圧に消極的だった加西康平も次第に強硬姿勢に転じます。
決起部隊は直ちに原隊へ帰れ。これに従わない1400人余りの決起部隊はたちまち3万4000人の大軍に包囲されてしまいます。自分たちは正規の部隊に編入されたと思い込んでいた兵士たちには予期せぬ結末でした。27日は選挙部隊になった、私たちが決起部隊からそういう選挙部隊になって、それですからちょっとおかしくなったんですね、我々自身も。それから28日がね、総上部隊になったんですよ。家の中を探す部隊に。29日午前8時55分、戒厳司令部の放送室から投降勧告の放送が開始されました。今からでも遅くないから原隊へ帰る、それが柯子中将の名で伝えられたのです。そして午後2時過ぎまでに戦闘意欲を失った兵の全てが原隊に帰っていきました。ここに至り大臣国事が謀略であったことに気づいた青年将校たち、自決を進める陸軍上層部に反発し、裁判で真相を明らかにしようと陸軍刑務所に移されていきます。日本を震撼させた4日間のクーデターは幕を閉じました。しかしそれは陸軍の不祥事をいかに処理するかといういわばもう一つの226事件の始まりでもありました。事件終結後、青年将校たちは法廷の場で陸軍上層部にも責任があると訴え始めました。大臣告示を出して反乱を支援したと告発したのです。裁判の首席検察官を務めた崎坂俊平は事件を陸軍全体の問題と捉え上層部の追及に着手します。1年半に及んだ裁判はどのような判決が下されたのか。シリーズ226事件第2回、